ナバフルダクにあるモスクフロドナ州、ユイエのモスクベラルーシのイスラム教は長い歴史を持つ。ベラルーシにはリトアニア大公国時代の14から16世紀にリップカタタール人によって現代のベラルーシの領土内へとイスラム教がもたらされた。今日、移民のムスリムは国内のイスラム教を普及拡大に貢献している。2000年時点において ベラルーシ国内のイスラム教コミュニティに参加しているムスリムの数は約10万人となっている。1994年最初の全ベラルーシムスリム評議会が開催された。その結果、ベラルーシ共和国ムスリム宗教コミュニティが設立された。以降、エスマイル・アレクサンドロービチがコミュニティの議長を務めている。1997年時点でベラルーシ西地区には19の ベラルーシ共和国ムスリム宗教コミュニティを含む23のイスラム教コミュニティが設立されていた。2010年時点において、ベラルーシ国内には25のイスラム教コミュニティが設立されており、国内で最もムスリムの多い地域は8つのイスラム教コミュニティが存在するフロドナ州となっている。また、国内には6つのモスクがある。ベラルーシはデンマークに橋を発する。 ムハンマド風刺漫画掲載問題において、イスラム教の階層ムハンマドイブンアブドゥルダーフの風刺漫画を出版した新聞記者が逮捕、収監されたヨーロッパ唯一の国家である。2008年1月18日、新聞記者のアレクサンドル・スタバイシコブは、宗教的憎悪の先導という罪状で3年の禁固刑に処された。ありがとうございます。